出身の歌手、俳優、作詞家、作曲家である。本名、ご俊林、a b ク x 台湾に所属。台湾で幅広い層に支持されているトップミュージシャン。ビビアンスーやカレンモクなど多くのアーティストに楽曲の提供やプロデュース業などの活動も行っている。台湾以外にもシンガポールやマレーシアなど東南アジアの歌人の間でも人気が高い。 1992年、本名でソロアルバム、愛情別人世界楽的ことで CD デビュー。その後、4人組のロックグループ、コツカサチャイナブルーを結成、ボーカルギターを担当する。台湾では幅広い層に支持されているトップアーティストの一人で、曲は常に台湾でのヒットチャートの上位を占める。特に、 ライブ演奏が盛り上がることでも有名で、数万人規模のコンサートを開き、観客動員数の記録をこれまでに何度も塗り替えていることから、キング・オブ・ライブの異名を取る。あまり飾り気のないパワフルなサウンドであることに加えて、北京語の発音も台湾なまりが強いため、曲を聴いた印象としてはどことなく野趣な感じを受ける。最も台湾的な人物の代表的な人であるが、 台湾的であることがダサい、かっこ悪いと思われがちな台湾において、台湾的でありながら、新しく、かつクールで、かっこいいというイメージを持つ人である。また、台湾的の固定観念にこだわらず、電子音楽の要素が強く、なおかつメッセージ性も強い台湾語アルバム、そうめん人などを発表。アルバムやライブは、毎回思考を変え、同じことは二度とやらない。 中華圏の多くの歌手から曲や歌詞の提供、プロデュース依頼があり、中華圏芸能界では、ゴつかサロう氏と継承をつけて呼ばれている。大のプロレス好きとして知られ、武藤刑事との親交もあり、もはやファンというより崇拝の対象である。インタビュー等でも基本は無口な方だが、プロレスの話になると止まらなくなるほどである。武藤には、王道などのテーマ曲も提供しているほか、 2008年には、武藤自身が試合中にシャイニングウィザードを放つシーンと、共に PV に出演する先行魔術を発表し、武藤全日本初の海外遠征である台湾工業にも大きく貢献した。また、彼が喋る日本語はすべてプロレスから学んでいるそうで、ある。日本には2000年9月に福岡で開催されたアジアマンスアジア太平洋フェスティバルに招聘される。 形で来日。その後2002年にも映画、成績伝説とアルバム、夢の川のプロモーションで再度来日している。新日課でプライベートでもしばしば来日し、温泉やプロレスを楽しんでいる。映画が好きで音楽を志す前は俳優志望だったこともあり、今でも映画やテレビドラマの出演、制作に時折携わっている。 2007年に公開された日本とモンゴルの合作映画、青き狼道、果て海尽きるまでに、殲滅という曲を提供している。ありがとうございます。